くだけだ。不自然な流れを見抜いたか。責務を果たす。トクトミをやってくれますね。傷の手当てをしたらまた暴れますよ。これで終わりだ。このままでは本陣が危ない。加勢して。
せておけ。堅い。出撃せよ。進軍してくる敵に当たれ。躍動どおり、勝利の成分加減は止めておる。それ以上のことは今はできんだ。なるほど。一理あるよ。まあいい。迎撃任務には俺たちが当たろう。強くなる。義継ぐを捨ておけば被害が大きい。小早川を寝返らせ、一気に畳みかけよ。この大筒が裏切りの合図か。遅かった。小早川に対する備えは万全だ。家康、一気に畳みかけさせてもらうぞ。強くなる。吉川殿、動かれよ。あいつも小早川の寝返りも読まれて当然。完全に俺の失策だ。窮地に陥った味方を救わねば。義継は松尾山に陣取っている。あいつがあの領地にいる国、東軍は勝てない。義継、勝つためには何でもするぞ。敵軍を全軍松尾山は捨ておけ。三成を狙え。開門。負け。でも始末は勝たなきゃならない。東軍本陣を脅かした後に撤退する。始末の恐ろしさ、家康に刻みつけてやれ。中央に進まれた。厄介な連中
など怖くはない。血もたぎるわ。殿、どうか生き延びてくださいよ。サコン、マサイ、サコン、今は逃げて再起を図る。それが豊臣の世を守る唯一の道だ。生きていたのか、義継。わかった。お前も必ず引くのだぞ。豊臣の世、お前は欠かせない。トクトミオ、トクトミオ、トクトミオ、タカトラ。大変を思うお前の覚悟、見せてみろ。ゼロ、勝利条件変更。最後に戦わねばならぬと、これも流れだというのか。義継、長政様とお市様に伝えてくれ。俺は必ず太平を成すと。